朝です。クレヨン泣きちゃん。そうですね、クレヨンしんちゃんの T シャツ着てます。はい。可愛いよね。うん、皆さんこれから出勤ですか？お仕事？でも今の電車すごい混んでそう。出勤時間、あでも8時台が一番混んでるか。満員電車ってやつですね。実はコロナ療養中です。あら、大丈夫ですか？お大事に。今は分散出社多いから満員って少ないかもね。そうですか。でもやっぱ人口ってなんか人間っていっぱいいるからなんかね、分散しててもめちゃくちゃ人いますよ。満員電車とそのレッスンの時間かぶった時がすごい嫌ですね、私は。わあ、これこのレッスンの時間に行くには満員電車に乗んなきゃいけないってなった時すごい嫌だ。ね、本当にどこでもドアがあればいいなって思いますね。どこでもドアがあればね、睡眠時間も多くできるし、一番はそこだな。多くできて遅刻したってなった時でも一瞬で行って、
私遅刻してないですよ感出せる。そう、最強になれますよ。なんかクレヨンしんちゃんの T シャツ着てドラマの話してんの、なんかおもろい。逆のこと喋ってる。でもドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか今もやってるけど、なんか見なくなりましたね。ね、いつもは絶対見てたんだけど、そう、でもなんかわかんないけど見ちゃうみたいな中毒性もすごいありますよね。やってたら、目に入ったら見るみたいな感じ。サザエさんもそうだね、ちびまる子ちゃんも、このクレヨンしんちゃん、ドラえもん、サザエさん、ちびまる子ちゃんの4つがもうなんか見たくなる4大アニメ。他はやってる、見ようみたいな感じで見たくなる。プリキュア見てましたか？え、見てたよ。見てたけど、なんかね、今いろいろ、今何の、どういうプリキュアがやってるんですかね。私の時は2人はプリキュアだったかな。あと2人はプリキュアと、そのプリキュア5なんだっけな、ちょっとなんか名前が思い出せないんだけど、だったな。まあでも一番の印象的なのは2人はプリキュア世代かな、多分。そう、2人はプリキュアは渚とほのかっていう名前の2人の女の子の話なんだけど、もう私はね、あの白のほのかちゃんが好きだった。渚だけど名前同じのキャラクターの子がいたけど、
全然もうほのかちゃんが好きでした可愛い系が好きだったから。そう、なぎさちゃんはそのあれなんですよ、ちょっと、まあ、ボーイッシュな感じだったのだけど、私はほのかちゃんが好きでした。あ、はまみさん、ピンクマありがとうございます。ピンクマ10個ありがとう。でもね、2人はプリキュアで2人から始まったのに、なんか急にめっちゃ増えたよね、プリキュアの人数。基本的に5人だよね。しかもなんか白と黒で始まってるって珍しくない？普通ね、まあ今だったら子どもの好きな色ランキングで多分決まってると思うんだけど、最初って白と黒から始まってるってすごいなんか面白いね。でも今でもね、プリキュアっぽいのやってたら、あ、見ようってなる。なんか自分の世代じゃないやつだからなんか気になっちゃう。なんかサンリオさんにもありますよね、ミュークルドリーミーっていう。めっちゃ可愛い、そのミュークルドリーミーも見ちゃう。何回か私見たことあるんですけど、可愛い。でもやってないかな、終わったか。アニメ面白いんですよ。この間めいっ子にプリキュアのパジャマを買ってあげましたお、優しい。あれ、暗闇で光るみたいなパジャマ、寝てる時も一緒みたいなやつ売ってるよね、そういうのね。そのパジャマはね、男の子バージョンもある。なんか仮面ライダーバージョン。メンバーパジャマ作るべき。あ、ほんと？確かに。確かにね、パジャマ、グッズで作りたい。ね、ありそうでないですよね。毎日ストレッチしてるの？朝起きたら？そんなにしてないです
もセリカとかは絶対してると思う。体柔らかいし、ストレッチもレッスン前とかも入念にやってるイメージある。でもね、朝ちゃんとストレッチしたらなんか朝だって感じになりそう。気分爽快みたいな、体が起きそうですよね。みんな逆にストレッチする？まあでもそんなしないですよね。うん、ダンスとかしてたらするかもだけど。お、でもするよって方言いますね。意外とする方が多かった。確かに、まあラジオ体操も立派なストレッチですよ。ラジオ体操第2覚えてる覚えてる。なんかラジオ体操って第何まであるんだろうね。第3も多分あるよね。第3、うん、第2までは知ってるんですけど、そう、YouTube で第4あるけど、すごいよ。すごいよ。難しいってこと？難しそう。でもどんどんなんか細かくなってきそう。それどこ伸ばしてんのレベルのなんか難しいことしてそう。でも第3んまであるってことですね。でもなんだっけ、なんかアイドルイベントで
なんかラジオ体操するみたいな時あったよね。あれ？なんか私それ参加してた気がする。なかったっけ、なんかラジオ体操するみたいな。アイドルみんなでステージに行って、 目の前皆さんファンの方で、あ、ティフか、なんかあったよねそんなの。なんだあれなんであの毎年あるんだ、毎年あんなラジオ体操してたんだ。あの日限りかと思ってたね。なんかみんなでラジオ体操してたし、急にカオス面白いよね。定番なんですね。今年もあるよ。知らなかったです。恒例なんだ。そうね、ちょっと異様な光景だね。面白い。逆にむしろあれがないとティフが始まらないそんなに大事にしてるの？何？ファンの間で伝統イベントなんですか、そんなに。え、すごいあれが面白い。ティフといえばあれだよねってやっぱなるんですか。ラジオ体操だよねって、なんかシュール。方向性合ってる？大丈夫？あ、ライブ前のエンジンね。いっぱい応援するぞっていう準備体操ね。なるほど。でもあれまあまあちょっと朝早めだった気がするんだけど、そんなことないか。いや、そんな気がしてるだけか。そう、ステージより前にやるから多分そう感じるのかな。今年のティフは野外だから相当暑いだろうね。でもティフといえばそれだよね。あ、でもいつも野外じゃなかったか。珍しいですね、じゃあ野外でティフって。久しぶり？すごく。ね、でも私は野外のステージ大好きですね。室内より好きかもしれない。一回でもいいからロックインジャパン、ロックインジャパンってなんだ、イベントの名前か。
大きなフェスいいな。野外アイドルフェスの時はスポーティー衣装のイメージ強い。あれ？あ、でも最近あの衣装ほんと着なくなりましたよね。うん、あのメンバーそれぞれ色が違うやつでしょ、色の組み合わせが違う。ショートパンツの上にスカートを着てるみたいなやつ確か。でも確かに8衣装って8のライブでしかあんま着なくなってきてますよね。イベントではあんまり着ること減ったかも。うん、お、じゃあちょっと37分なので壇上を読みますね。13位はしゅんごさん、ありがとうございます。12位はかきアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。11位はさんちゃんさん、ありがとうございます。10位は山梨さん、あ、変わりました。13位はかきアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。12位はさんちゃんさん、ありがとうございます。11位は山梨さん、ありがとうございます。10位は本兵衛さん、ありがとうございます。9位はガッシュさん、ありがとうございます。8位はメロメロンさん、ありがとうございます。7位はマサタロウさん、ありがとうございます。6位はトカチンさん、ありがとうございます。5位はケルビンさん、ありがとうございます。4位はカントリーアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。3位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。2位は国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。1位はハーミさん、ありがとうございます。はい、この配信は以上になります。次は9時からですね。なので皆さんまた9時にここに集合ということで、星をたくさん投げてください。はい、星集めもよろしくお願いします。じゃあまた後で、バイバーイ。うん、ね、今日も順位発表がお昼ぐらいにあるからどうなってるかですね。本当上がってますように、上がってるといいな。じゃあもうそろそろ切りたいと思います。バイバーイ。あとでね、9時ね。バイバイ。